モトブログのメイン機種にしてもいいなというぐらいのを持っていますね。まあ欲を言えばね。はい、こんにちは、重工房のフラッシーです。今日はね、新しいものが届いたのでご覧に入れましょう。何かな、久しぶり。はい、今日届いたのはこちらです。じゃん。はい、今日はですね、久しぶりにあのアクションカメラが届きました。これの中華製のいわゆるアクションカメラですけども、サーフォーラーっていうところのですね、 SF430 っていうカメラなんですけど、これね、あの私しばらく使ってみたんですけど、いいんですよ。いいのでぜひご紹介したいということで、行ってみよう。レッツゴー。はい、何がいいかというとですね、まあ、とりあえずまず開けてみましょうか。はい、まあこんな感じですね。あの中身はね、よくあるアクションカメラです。このいっぱいの部品とアクションカメラも、このケースもね、よくあるパターンの防水ケース付きのものですね。アクションカメラ、サーフォーラーっていうのかな、サーフォーラーさん、 SF430 っていうタイプですね。でマニュアルは英語と日本語と取り混ぜてっていう感じで、まあそう難しいこと書いてないので、大体感覚的に分かると思いますが、日本語で一応説明書はつけてあります。はい、そういうことで、しばらく使ってみたんです。実はね、これ3、4日使ってみたんですけど、使ってみてね、非常にこれいいなと思いました。普通 GoPro って、まあ、安くて5、6万、いろいろ買うと7万ぐらいしちゃうんですね。あれと思うとね、この1万6000円で十分じゃんっていう感じのカメラなんですよ。特徴としてはですね、外部マイクがついているということですね。それから、4K も使えます。4K も撮れました。4K が綺麗かどうかは、私あんまり 4K 使わないのでよくわかんないんですけど、まあ、それでも 2.7K30fps っていうのは使えると、非常にこうトリミングしたりもしやすいので、いいかなと思いましたね。2.7 が使えれば十分かなということ。それからもう一つは、この底を見るとわかるんですけど、カメラ用のマウントがついてます。このカメラの穴がね、開いてですね。これがね、めちゃくちゃ使い勝手がいいですね。これで GoPro のいわゆるマウントを使わなくてよくなるんですね。GoPro のマウントってある意味ね、その制約が結構ありましたよね。まあこのカメラマウントが使えるのは非常にいいかなという感じがしました。で、ちょっとね、悪いところもちょっとお話ししておくと、これバッテリー、ここね、テープ貼ってありますけど、このバッテリーの蓋がね、簡単にどっか行っちゃう。バッテリーの蓋紛失事件が起きるので、まあこれね、ちょっとこうバッテリーの蓋がどっか行かないように、セロテープで私と止めてますけど、まあ、こんなふうに使われれば全然問題ないかなというふうに思いますね。まあ、この手のものはね、自分で使いやすいようにカスタマイズするのも一つですね。で、電池の蓋はこんな感じで止めることができると。で、電池がですね、1350mAh という電バッテリー使っているので、通常のものより相当大きいですよね。通常だと 1000mAh ぐらい。で、GoPro だと 1220mAh なので、GoPro より大きなバッテリーがついているので、長持ちします。現に例えばその、まあ、GoPro の私が使っている Hero7 だと、まあ、1080ぐらいで撮って、まあ、1時間持つか持たないかということですけど、こちらはねもっと持ちましたので、映像が綺麗かどうかというのはね、これはもう主観の問題でもあるね。ただソニーの CMOS センサーを使っているので、まあ、悪くはないですよ。悪くはない。なので私が感じる分には十分満足できるような映像かなという感じ。映像はご覧いただければと思うので、まあ後ろにつけておきます。で、あといいところをもう一つ言うと、ここにSD カードがいきなり刺さるようになってるのね。これいいですよ。バッテリーの蓋いちいち開けてカード出したりとかする必要ないっていうことですね。で、ここにはマイクロ USB ですけども、専用の外部マイクを挿すようになってます。まあ見た目はね、ちょっとチープだけど、これ十分なんですよね。はい。それと、とても気に入ってるのがスイッチのレスポンスの良さね。これスイッチ今オフになってますよね。オフになってるけど、これスイッチを押しました。はい、これでもうすでに録音がポンとこうとできる状態ですね。はい、録画ができる状態、こんなレスポンスですね。で、電源切るときはこれを長押しすると、はい、これで消えるということ。このスイッチの入り切りもめちゃくちゃ早いですよね。GoPro であんまり比較するつもりはないですけど、まあ、かなり早いなっていう部類ですね。ただね、難点は、この録画ボタンをポンと押しただけで、GoPro みたいにこう動かないですね。これ GoPro の場合はスタートって押すとこのまま録画が始まるんだけど、これはね、スタートボタン、録画ボタンを押してもね、すぐに録画さえしないの。やっぱり電源を入れてから、ね、入れてからスタート。こんな感じでスタートが始まるというかですね、録画が始まるという感じ。まあこの辺がね、ちょっと使い勝手はどうかなっていう感じはしました。ただね、概ね
いや全然問題ないですよ。冬はいいけど夏の時期に、まあ、熱暴走したりとかいう心配はちょっとわかんないですけども、でついでにですねアクセサリーもちょっと開けてみましょう。アクセサリーボックスはねよくあるパターンですね、まあ、これも一度開けてるのでちょっとボロボロになってますけど、アクセサリーボックスの中身はねこんな感じということで、あこれリモコンですね、リモコン用のベルト、それからマイク、まあまあいっぱい、その他いっぱいですよ。よくある中華製のもういっぱいバーッと出てくるパターンですね。はい、いろんな機能は、まあ、これ中華アクションカーもほとんどのものに同じようについてるので、まあ、この辺は特に説明しません、まあ、いっぱいあるよというレベルですね。あんまり使わないんだよね。だからその私ね個人的にはこの GoPro のマウントあんまり好きじゃないんですよ、めんどくさくて。なんかこうごちゃごちゃいっぱいあるわけじゃないですか。それよりもこのカメラマウントさえついてればもう文句ないという感じですね。カメラ7さえついてれば全部解決するんですよね。はい、なので、まあ、カメラの穴がついてればいいということですね。でリモコンに関してもちょっと簡単に説明すると、もうこれね電池入ってました。いきなり、はい、これで用意、カメラカシャッと撮るね、カシャッと撮って、で録画も上のグレーのボタンを押すとこれでも録画始まってしまうということですね。はい、マイクはですね外部マイクと内部マイクを使い分けます。これは外部マイクはね、そんなにいい音声じゃないよ。そんなにいい音声じゃないけど、ちょっと試してみましょうか。外部マイクの場合はですね、ここの設定でマイクのを選んでやる必要がありますよね。マイクロフォン、外部、内部で、外部にちょっと変えてやりました。はい、これで、外部マイク録音してみましょうか。ちょっと撮ってみるね。はい、こんにちは。これ今外部マイクの音ですね。外部マイクはね、これぐらい離れてた方がいいと思います。これぐらい離れてた方がいいと思います。あんまりこう近づけると、ヘルメットの中でもね、音が割れてたんですけど、あんまり近づけると音割れするんですね。なので、ちょっと離れてたぐらい。これぐらい離れて喋る方が、外部マイクは音声がよく取れると思います。ケーブルはね、どれぐらいかな ?1 メートル2、30の長さだと思います。1メートル2、30だと思いますね。はい、外部マイクの音の入り具合はいかがでしょうかね。はい、こんな感じですね。はい、これがの手ブレ補正なしですね。1080で撮っている手ブレ補正なしの映像ですけども、映像の入り具合はいかがでしょうかね。手ブレ補正なしですね。こちらは手ブレ補正ありですね。手ブレ補正ありで撮ってます。マイクは内部マイクを、ね、利用してます。音の入り具合は、ね、いかがでしょうかね。手ブレ補正ありですね。こちらは手ブレ補正ありですね。手ブレ補正ありで撮ってます。マイクは内部マイクを、ね、利用してます。音の入り具合は、ね、いかがでしょうかね。手ブレ補正ありですね。はい、こちらはですね、手ブレ補正なしですね。2.7K で撮ってますけど、手ブレ補正なしです。できるだけ揺れないように歩いてるんだけど、どうしても手ブレ補正なしだとこういう感じですね。はい、同じくこちらは 2.7K のですね、手ブレ補正ありですね。手ブレ補正あり、先ほどとほぼ同じような角度で歩いていますけども、手ブレ補正ありだといかがでしょうかね。はい、同じくこちらは 2.7K のですね、手ブレ補正ありですね。手ブレ補正あり、先ほどとほぼ同じような角度で歩いていますけども、手ブレ補正ありだといかがでしょうかね。はい、これね、4K の映像。音声は内部マイクですね。4K ですね。同じ角度で 2.7K でね、撮ってます。逆光だからね、いまいちよく違いが分かんないかもしれないですけど。2.7K ですね。はい、これね、4K の映像。音声は内部マイクですね。結局ね、2.7K の手ブレ補正ありがね、一番綺麗じゃないかと思うんですけど、いかがでしょうかね。違いがお分かりいただいたでしょうか。はい、これが1080の 30fps ですね。フル HD の 30fps。もう夜間ですね。夜間の状態。どうですかね。はい、今度はね、2.7K にしました。2.7K の 30fps ですね、同じくね。
はい、まあ元ブログは 30fps で十分だと思うんですね。はい、あくまでも参考までいいんだけど、これは 4K ですね。 4K の夜間の走行の状況ですね。これぐらいで話すのがねいいと思いますけど、これ外部マイクの音声ですね。内部マイクの音と比較していかがでしょうかね。内部マイクとちょっと比較、内部マイクに変えてみますね。はい、これがね内部マイクの音声ですね。同じ離れてる距離ですけど、音の入り具合はどうでしょうか。内部マイクと外部マイクの違いがねお分かりでしょうか。ちょっとこれは外部マイクの音ですね。これが内部マイクの音ですね。はい、ということでこれが外部マイクの音声ですね。このマイクがねついてるってすごくいいと思いますよね。まあ、性能ともかくね、まあ、マイクがついてるのはいい。ちょっとねヘルメットの中でやったら音がバレてたね。なんでヘルメットで使うと思うとちょっと離して使うとかいう風に使う必要があると思うけど、音のね入り具合はちょっと調整が必要ですね。はい、ということでこれはね非常に使いやすいと思いました。まあ私元ブログ最近一生懸命やってるので、元ブログのメイン機種にしてもいいなというぐらいの思っていますね。まあ欲を言えばね、このマイクは本当はステレオピンマイクのジャックにしてほしかった。このマイクロ USB ではなくて通常のマイク、ステレオ端子がついてるようなマイクにしてほしかったなというふうに思いますね。まあ一応撮影できるビデオサイズとしてはここに一応書いてありますけども、いわゆる HD、フル HD、それから 2.7K、4K まで撮れるということで、まあ、一応スローモーションもね、撮れるようになって、 720p だったら 120fps が撮れるということだそうですね。まああまり私にはニーズがないかなという感じですね。はい、まあ、通常のビデオとして使う分には十分じゃないのかなっていう、まあこんな感じ。あ、ちょっと待って、今マイクがこのね、マイク外部と内部をいちいち切り替えないといけないのが、これがちょっととろいとこですね。抜いたら自動的に内部マイクに切り替わってくれたらもう言うことないんだけどね。まあちょっと贅沢かな。はい、ともあれ16,000円のアクションカムこんな感じですよ。内蔵マイクを使うとこんな感じの音声で入りますので、音の入り具合と映像ねいかがでしょうか。まあもちろんミラーレスと比べると全然品質は違うと思いますけど、まあ、違いはいかがでしょうかね。はい、ということで、今日はですね、サーフォーラーさんの SF430 っていう、アクションカメラ、15,980円のアクションカメラのご紹介でした。ちょっと高いよね、そのいわゆる中華カメラの7,000〜8,000台のラインからは、もう倍ぐらいする設定なので、ちょっと高いけど、GoPro は手が出ないけど、GoPro までのレベルを求めない方、だったら、まあ、GoPro がね、必ずしもレベルが高いとは言い切れないよ。あれだけ高いんだからそりゃそうでしょって感じ。あれ買うならね、本当にさっき見てミラーレス買った方がいいと思うかし、思うし、でもこの15,000円でミラーレス買えないので、16,000円で。なので16,000円で買えるアクションカメラと思えば、非常に性能高いと思う。最近いろいろ私も使ってますけど、ここの後ろにもカメラいっぱいあるけど、まあそんな中でもね、これは本当におすすめできるんじゃないかと思うので、GoPro はなーってが出ないけど、元ブログやりたいしなっていう方いらっしゃれば、これいいと思います。手ブレに関してもね、若干そんな言うほどのか手ブレじゃないです。6軸手ブレ補正って言ってるけど、そんなに大した手ブレ補正しないです。あとね、ズームもね8倍ズームってなってるけど、デジタルズームなんで大したズームではないですよ。ということで通常まあ本当月1アクションカム使うような方だったら全然問題なく使えると思いますので、こちらがおすすめかなというふうに思います。はい、ということで、今日はですね、新しいアクションカムも来たのでご紹介しました、サーフォーラーさんの SF430 ですね。一度概要欄からね、さらに詳しい情報をご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立ちそうなこういったのカメラの関係のご紹介もしていきますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、なら。いや、これね、本当にいいよ、これは私のメイン機種に多分なりそうですね。ありがとうございます。さよなら。